はい、どうもお車研究所カードサービスジムニーとエンドアイと思ってたけどジムニーの魅力に魅力された KQE2 号のヤロです。ジムニーの納車期間そんなに驚かなくなってきたカメラ担当岩明です。よろしくお願いします。さあ、矢野ちゃん、はい、今回はスズキのジムニーのお車紹介ですね。はい、納車が1年待ちとかも当たり前すぎて、そうですね、1年半ぐらいじゃもう驚きませんけれども、はい、ただ、はい、ちょっと思ったんですけど、はい、納期1年待ちってディラの人言わないんですよ。あ、そうなんですね。はいはいはい、あの18ヶ月とか、やばい、これで素人感出ちゃいましたね。ヶ月みたいな、はい、なるほど。なんか年で言われるとこう長いと思うけど、うん、なんか月で言われると感覚がなんか一瞬あれ何年だっけって分かんなくさせる作戦なんですね。うん、そうですね、確かに納車24ヶ月待ちですねって言われたら2年、そういうことですよね。だから2年待ちですって言われると24ヶ月待ちですのこのニュアンスで、うん、なるほど。それでちょっと素人感が出ちゃうから自分も次から何ヶ月っていう風にします。矢野ちゃんにも今度集合時間は1000と言っておきます。はい、1000です。あ、1000、にやかな出ちゃいましたね。はい、自衛隊っぽく言っちゃったんですけど、それで早速やっていきましょう。ゴー。今日はあのジムに3つグレードがある中の真ん中の、はい、真ん中グレード、はい、 XL っていうグレード、 XL っていうグレードですね。はい、はい、そしてカラーがミディアムグレー。ミディアムグレーですね。ミディアムグレー、うん、結構変わったネーミングなんですね。鈴木さん結構赤とか黒って言わなくて、はい、赤だったらフェニックスレッドとかありますね。はい、ハスラーでもありますね。ブラックもただ単のブラックじゃなくて、はい、いろいろお名前の付け方があるんですけど、闇落ちしたブラックみたいな感じですね。はいはい、ただでも正直何色って言われたら、はい、何色、あれですかね、昔だとネズミ色とか言われてた色なんですかね、これ。はい、トヨタさんであのセメントカラー。でも最近こっち系の色の方が流行ってるんじゃないですかね。くすみ色、くすみ、はい、あのクラウンスポーツもなんか、うん、あれもネズミ色って言われてましたけど、なんかアッシュ系みたいな感じで、はい、いい色ですもんね。うん、はい、でさらに、はい、ジムニーは40年ぐらいの長い歴史があるじゃないですか。ありますね。はい、すごく長くありますね。そこからいろいろ形っていうか、うん、ボディのちょっと変わりつつ、いいところは残りつつ、残りつつ、はい、でそれを踏まえた時にこの前の方ってちょっと丸みを帯びたジムニー、うん、そんな感じがしますね。で逆になんか、はい、カクカクと、そうですね、今度はかっこよくなって、うん、なんか昔もうこうカクカクした車があったじゃないですか。はい、ありましたね。はい、はい、でそれを思ったらなんか時代のリサイクルじゃないけど、うん、こう繰り返されるのかなと。あ、そうですね、車の形状的にカクカクから始まって、はい、ちょっといったら流線形が流行って、はい、そしてまたカクカクに戻ると、はい、そうですね、タフトとかもこういう系統ですもんね。うん、でまた、はい、何でしょうね、あまりこうズムニーって私身近に存在しなくて、はい、なかったので、こう、はい、お車のお仕事させていただいて、はい、まあ、本格的にこう見させてもらったんですけど、はい、ジムニー好きな人は好きなんだなと思って、はい、でそこを魅力と解説をしていきたいと思います。はい、あれ今までがオープニングですか、もしかして。もう始まってますよね、本編。はい、あ、ありがとうございます。はい、お願いいたします。まずはまず XL、 XL のグレード、はい、グレードでなってくると、まあヘッドライト、はい、今流行るの LED じゃなく、はい、ハロゲンタイプ、ハロゲンタイプですね、うん、はい、昔ながらならではの、ならではで、すぐ交換ができるし、そうです、お値打ちで済むという、うん、はい、見てください、このスモール Q もここに ありますね、はい、映、はい、ってるかな、はい、映ってると思います、うん、はい、で、まあ、フォグライト、フォグで、はい、フォグライトもあります、形で、はい、タイヤサイズが、タイヤサイズは確かサングレードとも同じタイヤサイズで、はい、17580R16、 16インチなんですね。はい、これをやっぱり大きくしたりするのがやっぱりジムニーなんですかね。なので似合いますもんね、はい、大きいのも、はい、まあ、正直、はい、維持費のとこどうなんだろうと思うんですけど、はい、もうジムニー買った時点で車の維持費を抑えたいとかって思っちゃダメだなと、うん、そうですね、はい、まあ、比較的に好きなのに乗ると、そうです、はい、燃費もオートマが、ね、約10リッター14でマニュアルがリッター16前後かな、うーん、ぐらいなんですけど、はい、もうこの令和の時期で、はい、
低燃費って言われてもリッター20とかが25とかがね、もうザラですね、はい、当たり前の中、はい、中そんな中ジムニーさんはもう燃費かこだわんねえよって、はい、そして乗って私のコペもね、あの基本リッター15、6なんですけど、はい、実リッターは13です。13、はいそうですね、まあまあ燃費を求めるお車ではないですのでね、うん、で、まあ、あの賛否両論っていうお言葉があるんですけど、はい、まあ、ジムニーの部類を、はい、私の中では、はい、可愛いのかかっこいいのかが分かんなくなってきた。あー、なるほど、はい、女性の方は結構自分にあ可愛いとか、うん、男性の方はかっこいいとか、はい、でも私的には両方兼ね備えてるお車、はい、オフロード、あの SUV とかだと、もうアクロ山道とか、はい、走る車っていう、なんかおしゃれな街を走るイメージってなかったのです、はい、ただまあ今回もう間近で見て形状からしてもやっぱおしゃれだなと、うん、走ってても全然良くはないな、はい、でさらに見てくださいよ、このご時世、はい、車の軽量化にあたって、はい、スペアタイヤがなくなった。そうですね、パンク修理剤になりつつある中、さらにですよ、はい、パンク修理に変えました、はい、変えておきながらもう今度はジャッキすら乗せてないんですよ、新車。あ、もうジャッキも取り除くぐらいの軽量化を図る今日、うん、はい、ドンと。そうですね、スペアタイヤがここに鎮座して、ここにタイヤがあるのがなんかこうおしゃれな感じというか、もうデフォルトな感じがしますね。時々あのないタイプもある、ないとかついてない、ついてない方もいるじゃないですか、うん、全然いいんですけど、なんかちょっと、うん、寂しいかな、いやちょっとなんか恥ずかしいから、なんか裸のジムニーを見てる感じがしてちょっと見ていいのかなみたいな思うんですよ、うん、でもあの中にはこうしゃべるスコップ、はい、みたいなやつ ありますね、はい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 、はい、とか。そうなんですよ、そこに何かあれば大丈夫なんですけど、うん、やっぱ裸だとちょっとあらってなるんで、あの、まあ、あの何かつけてた跡があるよなみたいな感じの残す部分も、うん、あってほしいですね、個人的にはここには、うんうん、はい、で、まあ、実際長い歴史の中でもジムニーの刷り込み、はい、こういうもんだぞ、こういうのがジムニーだぞっていうのがある車、はい、どんだけちょっとね形が形状が若干変わろうがジムニーはジムニーなんだな、はい、当たり前じゃないですかなので、まああの軽自動車には珍しい形状だったりとかが、まあ、やっぱりハッチタイプの作り、もうむき出しのこの露骨な作りと、はい、まあ外観的にはなんて言うんでしょうね、軽でジムニーで思うけど、やっぱしっかりして大きさと部分はあるんじゃないでしょうか。そうですね、で私今日ジムニーをお目にかけさせていただいて、はい、ずっと探してるんですけど、はい、給油口どこですか。え、あ、あった給油口でございます、はい、給油口、ここ、やんちゃん、はい、わかりました、じゃあ急行かボンネット開けてみてください。急行かボンネットを開けてみていただければ、多分ボンネットは、はい、出しの推測ではここだと思ったんですけど、まあ、なんかここにあるじゃないですか。そうですね、なってますね、うん、年式でやっぱ違うんですね、整備したての時には。そのジムニーは本当場所が分かんなくて、うん、開けれなくてここから開けたような気がします。レバーで、こんなところについてるのかよって言った覚えがありますね、うん、ジムに。もう今はもう多分運転席側にあるんですかね、じゃあ。で行きましょう。ありました。もう普通にここです、ね、一般的な、そうですね、やっぱそこですね。うん、でも実際グレードも XG、XL、XC みたいに3つあるんですけども、ジムニーはジムニーで。はい、グレードに合わせて自分でカスタムされる方といろいろいらっしゃるかなと思ったら、はい、カスタムしがいがある車なのかなと思います。はい、ありがとうございます。せっかくですので、はい、XC をご紹介しますので、またそちらの動画を見ていただければと思います。何が違うのかと、はい、あ、そうですね、はい、それも踏まえて、じゃあ次回 XC でお会いしましょう。今回この動画がいいなと思ったら高評価とグッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。